皆さんこんにちは、アンディです。先日の投資戦略フェアではたくさんの方に来ていただきました。本当にありがとうございます。今日はですね、投資戦略フェアで紹介しました、メタフォーのですね、設定の仕方をこれからお話ししたいと思います。よろしくお願いします。ではメタフォーのですね、設定の仕方を話したいと思います。まず水蒸気インジケーターからいきます。水蒸気インジ、この EX4 というのがですね、メタフォーのインジケーターになります。で、TPL というのがテンプレートですね。これをあのメタフォーの中に入れます。まずマイコンピューターをクリック、 C をクリックします。プログラムファイル、forex.com のメタフォーになりますので、forex.com を探します。 forex.com、 こちらですね。 forex.com、 forex.com を選択で、インジケーターはエキスパーツ、このインジケーターですね、この中に入れます。こちらですね、こちらに水蒸気のインジケーターを入れます。 EX4 がインジケーターになりますので、 EX4 を選択、コピーします。で、この中に入れます。貼り付けですね。はい、入れました。で、次はテンプレートになります。テンプレートは同じ、forex.com ですね。一番最初に戻りますが、forex.com の一番上の階層ですね。テンプレート、ここにあります。こちらをクリック、テンプレートをクリック。この中にテンプレートを入れます。はい、テンプレート。コピーします。貼り付け。はい、これで完了です。簡単です。誰でもできます。1分かかりませんね。で、次、表示の仕方なんですが、まず forex.com のメタフォーを立ち上げます。はい、こちらですね。で、チャートを選択したいときは、このプラス印、こちらで自分の好きな通貨を選択できます。これ今現在ドル円が表示されてるんですけども、で、チャート上で右クリックします。右クリック。で、テンプレートはもう入ってますので、この定型チャート、この中にテンプレートが入ってます。S モグラ、水蒸気なんで S モグラっていうのを入れましたんで、S モグラを選択します。はい、これが水蒸気インジケーターですね。はい、で、この、線の説明なんですが、これは、マルチ雲と言いまして、アンディ雲と言いまして、私が自分で作ったものなんですけども、5分足、これは5分足になります、足場。5分足の中に1時間足雲と5分足の雲を表示させてます。で、この太い線が先行スパン2と言われるものです。52本の高値安値の半値。これが先行スパン1ですね。で、先行スパン1が上にあるときは要点中ですね。だこれはちょっと要点中ってことです。で、こちらです。これは5分足になる。5分足雲になるんですけども、この白い線が先行スパン2です。こちら青い線が先行スパン1になります。先行スパン1が上のときは要点中ですね。ですからこれは1時間足雲が要点中で5分足雲が要点中ということです。で、この赤い線は MA52 になります。で、この線が地高線ですね。で、水蒸気インジケーターなんですけども、こちらのちょっと下の図を見ていただきたいんですが、これは何を表しているかということになるんですが、上のこのグラフですね。これは MA52 と先行スパン1との乖離になります、これは。こちらですね。MA52 と5分足先行スパン2の乖離。だこことここってことですね。こういうふうになって、ここで距離がこうできて、ここできて距離が出てくると。こういうふうになってるわけですね。で、白い線。こちらですね。これは何を表しているかというと、MA52 と先行スパン2との乖離です。こちらですね。を表しております。はい。では、東京時間足インジケーターの設定方法をお話します。やり方は先ほどと全く同じです。東京時間足インジケーター。EX4 がメタフォーのインジケーターになります。TPL がテンプレートです。マイコンピューターを選択。C を選択します。プログラムファイル。で、forex.com のメタフォーになりますんで、forex.com を探します。こちらにありました。これですね。で、エキスパート選択。はい、インジケーターを選択します。この中に放り込むだけです。EX4 を選択。はい、コピーします。コピー。はい、貼り付けます。貼り付け。
はい、完了です。次、テンプレートですね。フレックス.comを選択します。はい、テンプレート、ここですね。この中にコピーして放り込むだけです。はい、コピーしました。はい、入れます。貼り付け。はい、完了です。これだけです。誰でもできます。次に表示方法なんですが、先ほどと全く同じです。flex.com を立ち上げます。で、右クリックします。チャート上で右クリック、先ほどと同じですね。で、テンプレートは定型チャートの中に入ってます。で、t モグラですんで、t モグラを選択。これですね。で、東京時間になりますんで、ここが9時で、ここを16時55分に設定します。で、インジケーターの設定方法は右クリック、表示中の形勢分析する。で、今現在表示されているインジケーターはこれだけということですね。で、東京タイム2を選択します。で、編集。で、こちらですね、ここを9時と、16時55分に設定します。16時55。はい、完了です。はい。ですね。簡単です。はい、これだけの作業でできます。で、東京時間足になりますんで、ここが始まり値ですね。終わり値がこちらになっています。で、現在これリアルタイムでは、陰線ってことですね。このインジケーターは陰線の時は青になります。陽線の時は赤になります。こちらですね。始まり値がここで、終わり値がここだったんで、陽線ということですね。で、高値安値がヒゲになるようになっています。こちらが高値で安値ですね。で、今現在は、こちらですね。安値がここ、高値がここですね。下ヒゲの陰線になっているってことですね。で、現在の半値がここに自動的に算出するようになっています。赤線ですね。これが半値です。これが重要ということですね。こちらもそうですね。半値ですね。これが半値になるようになっています。で、先ほどと同じように、これマルチコモになりますんで、これが 5分足なんですけども、5分足に1時間足雲と日足の雲が入っています。あと4時間足の雲と日足の雲も入っております。で、4時間足の雲はですね、これちょっと大きいんで、なかなかこう、これが4時間足ちょっと短いんですけど、これが4時間足の先行スパン2になります。緑の太いのですね。で、緑の細線が先行スパン1なんですが、大きいのでちょっと分かりづらいと思うんですけど、これ4時間足に拡大すると、こういう感じですね。ここがなっているということですね。こちらですね。で、日足も入ってまして、日足も大きいんですけど、表示されてないんですけど、日足はこちらですね。この赤いライン。これですね。これが先行スパン2ですね。白い太線が先行スパン2。赤いのが先行スパン1ですね。現在、要点中ということですね。こちらですね。この表示されます。これが全部5分足の中に入ってます。